この DVD ではこれから山本式浸透心療法を臨床に取り入れてみよう、勉強してみようと思っている鍼灸師や医師の方のために、実演を交えて診断と治療の基礎をお見せしていきます。まずは山本式浸透心療法の柱ともいえる診断法について説明します。診断法には合谷診、首診、腹診、肘診の4つがあります。合谷診は頭部や臓器、胸椎、頸椎といった横隔膜より上にある部位に異常がある場合、合谷に必ず反応が出るという山本先生の経験をもとに生まれた診断法です。この合谷診によって左右どちらに反応があるか、どちら側を治療すればよいかを判断します。次に症状や環境に合わせて首診、腹診、肘診のいずれかを行います。座位での診察であれば首診、横になっての診察であれば腹診を行います。首診では16箇所ある体の障害部位を確認する診断点を母指の先で触れ、高血圧痛点を探します。まず腎を押さえて下にやると、これが膀胱ですから、また腎に戻って腰椎、胸椎、頸椎、脳という。診断で障害部位が分かったら治療へ移ります。山本式浸透心療法の治療では、診断点に対応する頭部の治療点へ指針し、診断点の高血圧痛を取り除きます。治療には素地を整える治療と症状・疾患に応じた治療の2段階があります。この素地を整える治療で体の基本的な状態が整うため、素地を整える治療で頭の治療点を触っただけでも診断点の高血圧痛といった反応が消えることもあります。合谷診や首診、腹診、肘診で反応のあった診断点に対応する頭部の治療点に指針します。頭部の治療点付近の小さな高血を母指の先で触診しながら探り、その部位に指針します。指針深度は 2-3mm で、指針後は30分以上指針します。指針時間は長い方が効果的です。指針は針管を使って行っても問題ありません。素地を整える治療を終えた後は、それぞれの症状・疾患に応じた治療を行います。症状・疾患別の治療点としては、基本点、感覚点、ソマトトープ、耳鳴り治療点、十二脳神経点、口腔診断治療点、失語症治療点などがあります。このパートでは山本先生の解説に合わせて診管を使った指針を行います。症状・疾患に応じた治療法は、その症状・疾患に対応する治療点に直接指針します。腰痛の治療点は腰椎・下肢の異常に適応する基本点 D 点に指針します。